負けて1億取られますよ。うますぎんだけど。私はあなたを訴えます。証拠ありますよ。いくらでも偽造できるからな、そういうのって。お金取れるぞ、お金取れる、早く取れ写真。どうもナブロック TV です。本日のゲストは小竹正義感君です。お願いします。ありがとうございます。さあということで、前回やった小竹の滞在、裏ではゲス弁護士ドッキリがですね、100万再生超えということで、すごいですね。いやもう僕は1年間でやった仕事の中で一番初めてです。本当にとんでもない反響で、いやしかもね、ちょっと今回は我々も手をこまねいてるわけにもいかない事件が起きたんですよ。お、事件。それはですね、はい、あのいやもちろんあのそんなことはないと思うんですけど、うん、パクられてんじゃないか。え、あ、え、本当ですか。こんな面白いコンテンツ、ちょっとその、はい、日曜劇場アンチヒーロー。いや、あのね、本当に言われます僕それ、いろんな人に。そんなことはないんだけど、でもまさかのストーリーがね、ちょっと我々がやってたことって結構似てんだよね。そうですね、そうなんですよ。何点かってごめん。ああ、ちょっと、もっと濡れたことにしちゃうか。君から取らへんから、会社から取るから。大丈夫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 。アンチヒーロードッキリ、ドッキリ、はい、日曜劇場アンチヒーロー、はい、主人公はね、殺人犯の弁護して無罪にしてしまうダークヒーロー、はい、ダークヒーローなんですけど、はい、これ小竹ができんじゃないかっていうね。そうですね、僕あのアンチヒーローを見てるんですけど、うん、あの全然見てて弁護士の言ってることに違和感ないんで、はい、何も間違えたこと言ってない。そうだね、はい、あれのドラマは弁護士から見ても交渉がしっかりしてるってことなんですね、はい、そうです、本当によくできてます、めちゃくちゃ面白い。ということで、はい、何も知らないターゲットと2人っきりの楽屋で、小竹くんはとにかく何でも訴えようとする悪徳弁護士です。ああ、いいですね。あとはどう考えても悪人の方の弁護をします。いいですね、とにかくゲスな弁護士を演じたいいですね、はい、僕これがこんなに向いてると自分でも思ってます、はい、ということでお願いします。お願いします。さあターゲットはグラビアアイドルの池本しおりさんです。関西出身なのに面白いことが言えないのが悩みということで、もう最近はいろんなグラビアの表紙を飾ってるらしいですよ、雑誌の表紙を、という池本さん。池本さんには小竹も出場する二足のわらじグランプリというですね、アシスタントということで来てもらってます。まあ、小竹君だったらいずれ来るであろうというね、このこちらですね、これ、二足のわらじ芸人本業はどっちだっていう、だから両方ちょっと面白そうなんだよな兼業芸人たちの賞レースっていう。あ、入ってきた。さあ小竹くんは今日もキャラクターを入れてくれてると思うんですよね。こちらの席で入れてるところからスタートする。おはようございます。おはようございます、池本しおりです。小竹正義感と申します。よろしくお願いします。お願いします。さあ始まるよ。ここの住所ってすぐ分かりました。はい、調べました。なんか資料に22-6って書いてませんでした。え、22-6、なんかで調べたら僕22-5だったんですよ。はい、ちょっと迷っちゃって。あ、そうなんですか。はい、え、来れました、すぐ。あ、来れました、マネージャーさんと一緒に。あ、そっかそっか、もしね来れなかったら僕が一緒に詰めるんでスタッフさんね、はい、笑顔で詰めるんで。そっか、おはようございます。おはようございます。本日よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。住所が、はい、なんか場所がちょっと違ってたみたいですけど、あ、なんか送られてきてるんですけど、ここ22-5ですよね。すいません、あの隣のビルで、すいません、申し訳ないです。虚偽記載罪です、ね、虚偽記載罪、場所間違えてるんで、で、時間僕無駄になっちゃって、はい、何分かね、僕の1分高いんで、はい、皆さんの1分とは違うんで嫌なやつ、気をつけます、アンチヒーロー、すいません、謝罪はいいんですよ、
謝罪はいいんで、謝罪ってお金にならないんで。あのプロデューサーの方と相談してください。あ、はいはい、あなたに権限ないのは分かってる。はい、はい、すみません、失礼します。あんまりね、謝らない方がいいよ。はい、うん、現地取られるから、はい、うん、気をつけて。分かりました、ありがとうございます。ギャラ10万ぐらい上がるかな。これで、今ので10万ぐらい上がるかも。そんな感じなんですか、あの、うん、大体いつもお笑い芸人さん、あ、弁護士さん、お笑い芸人というか、まあ、はい、僕はね弁護士なんで、はい、でも5と6ってあの近いから打ち間違ったりしますよね。ああ、でもね、ミスはミスなんでね。そうですよね、はい、私もちょっとあの遅れて入ってきたんで、はい、あの、あ、遅れたんですか。はい、道、あ、決めましょうか。代わりに言いましょうか。あ、大丈夫、あの、道にいたら声かければよかったなと思って。あ、でもね、迷ってたんです。遅れたなら言ってあげますよ。詰めましょうか。いや、全然誰も悪くないんで。でもここに来るのは、迷ったのは迷ったんですね。あ、迷ってないです。すぐ来れました。はい、最短ルートで。最短ルートで、はい、怖いから、最短ルートで。スタッフに送られてきたメールとか不備とかなかったですか。不備、スタッフから送られてきたメールだと思います。なかった。はい、あ、でももし不備がなくてもある程度はでっち上げられますよ。不備をですか。不備を。どうやって。まあ法律って解釈なんですよ。武器にも落とし穴にもなる。ドラマの主人公、法律は武器にも落とし穴にもなる。法律って。そうですね、うん、事務所とかで困ってることあったら本当何でも相談してもらえれば。失礼します、お待たせしました。すいません、なんか住所の件申し訳ないです。あ、いやいや、すみません、大丈夫です、請求するんで。あ、はい、あと、そう、あとあれですよね、あなたにも権限ないですよね。そうですね、あの上にプロデューサー上からの指示でっていう。そうか、そうか。すいません、ディレクターの伊藤と申します。はい、池本です、よろしくお願いします。小竹と申します。ちなみにあの小竹さん、今日のネタってもう決まってます。何やら。あ、決まってますよ。あの、一応他の人との被りとかがある関係で一回こう見せてもらうことってできますか。うん、一回見せる。そうですね、はい、今、はい、できれば。聞いてないですけど。ああ、うまいな、言い方。いや、その営業秘密でもあるんで。あ、別に他の人に見せないですよ。でもあなたが他の芸人に話さないとも限らない。言わないです。言わないですよね。はい、言わないとかじゃないんで。ああ、まあ告知義務違反。そう、事前に言ってないんで。それは。そうですね、できないですかね。できないです。うわ、ほんのちょっと見せてもらうだけでいいんですけど。ちょっととかないんだよ。はい、契約外のことだったら払うか払わないか契約しないと。いや、どういうこう契約をやってくれませんかって。倍ギャラが2回やるわけだから。ネタをちょっとネタ見せの間だけ倍になるギャラ倍にしてくれば。ちょっと確認してみますね。倍です、ね。いや、そもそも1回しかやる契約になってないから。はいはい、ネタ見せだろうがこっちはプロやから。そうですね、 あなたの前で見せようが、はい、カメラの前でやろうが一緒やから。2回やるんだから。ちょっとじゃあ聞いてみます。ちょっととかないのよ。そうですね、しっかり聞いてみます。はい、少々お待ちください。ね、好きだらけなんですよ。怖っと思ってるだろうな。2回分払うという。やろう、やる。あ、ありがとうございます。うん、じゃちょっとあの見せていただいても。文章残して。はい、その前に文章。あ、分かりました、はい、正面作ってくれないと。あ、今、あ、録音でもいいや。あ、分かりました。録音でもいいや、携帯に。はい、契約外で、契約外で分も含め、契約外でネタ見せ分も含め、ギャラを倍払います。報酬ギャラを倍お支払いいたします。よしやろう。はい、お願いします。ちょっともう一度あのお呼びしてますので少々お待ちください。はい、すいません、失礼します。はい、最初に言ってもらわないとね。ね、芝居が上手いんだよな。上手いんだよ。びっくりしますね。びっくりするよね。はい、池本さん、本当事務所との契約大丈夫？多分大丈夫。なんか聞いてる話と違うことをさせられるとか、
大丈夫。大丈夫です。はい。いい事務所。はい。うん、でもね、いい事務所でもね、取れるよ。いい事務所ほど取れるから。あ、逆に。うん、付け込めるというか。いい事務所ほど取れる。取ろうか。あ、大丈夫です。大丈夫。はい。仲良く行きましょう。仲良く。はい。芸能界に仲良くとかないけどね。俺もそういう時期あったな。仲良くやりたかったよ。なんかあったんですか。まあね、昔ちょっと、ね、俺もいろんな人と仲良くやりたかったけど、仲良くやったままだったら消されてたかな。小竹のアンチヒーローのエピソード0、なんかあったんだな、多分エピソード0で。怖いよ芸能界。怖いです、うん、怖いです。空気はできたな。失礼します。あのこちら小道具で準備していた。ネタのやつ、はい、またして申し訳ないです。お願いします。え、はい、ネタで使うポテトチップス。はい、そうです。こちらポテトチップス用意しました。普通のカルビのポテトチップス。え、これを使うの、はい、え、これをテレビで画面に映してネタやるってこと。訴えられるよ。え、どうせつもり。はい、はい、すいません。え、どうなるこれ、訴えられたら。あ、ちょっとごめんなさい。謝ってって言ってない。どうなるかって聞いてない。勝訴か敗訴か。それえ、ま、負けちゃう。負けちゃう。これをネタにしていじって、ポテトチップスのイメージ下げてカルビーから訴えられたら僕どうなります。陪審に聞いてみましょう。池本さん、どうなります。陪審に聞いてみましょう。自分で弁護できますか。僕が弁護してどうなります。勝ちます。勝てる、はい、カルビさんが怒って僕のことを訴えて、はい、負けて1億取られます。分かんない。リスクあるんで。いいっすよ、僕このやっても。いや、あの、え、賠償金取られた場合どうするんですか。あなた払ってくれるんですか。1億円。いや、それはちょっと、あなたの代わりに請求しますよ。僕が訴えられるわけですから。ねえ、1億円払ってください。ごめんなさい、一緒に払います。失礼します、失礼します。払います。一緒に払う、はい、どうしました。いや、ちょ待って待って。あ、はいはい。え、1億円払う。いや、え、払えないでしょ。払えないでしょ、1億円。頑張ります。偽証罪で。できない約束したらダメだよ。いや、あの、すいません、ね、私たちの問題なんで。1億円払わないでしょ。ちょっとずつ返します。ちょっとずつじゃ待ってくれないよ、カルビーは。ねえ、どうしました。いや、なんかこれ、ほら、これ本物のポテトチップス持ってきちゃって。ああ、これでネタやるって。それはダメですね。でしょ。おめ、どうすんだよお前これよ。どう、まあ、これ俺の番組、お前潰す気かよお前。いや、でもあの昨日の夜、あの一応小道具の確認させてもらった時に、うん、あのこれでいいっていう風になったじゃないですか。俺に。はい、知らねえよそんな。俺見てねえよ。こんなもめた、もめた、もめててください。いや、でもあの私はあの確認したんで、一応昨日の夜に。はい、夜に。で、あのいいよっていうことでやってもらったじゃないですか。覚えてない、覚えてない、覚えてない。 AD もうまいな。まあ、だって夜って言ったらお前いつもコンタクトの外してんだろ。コンタクト。でもあのこれ、ここで見せて言ったじゃない。コンタクト外してたら見えねえだろうが。お前今俺カルビって初めて見たぞ俺。いや、あの、僕どっちの弁護しましょうか。いや、本当に私はこれ昨日、あの、うん、言ったんです、はい、明日これでいきます。明日これでいきますってディレクターに伝えた。確認取って、それでそうしようってことになって今渡ししてるんです。なんで、あの、ディレクターさん、僕はコンタクトを外してたので、このカルビーが見えなかったんです。持っては来たけど、はい、その時コンタクトしてなかった。してないで、その時間外してんのは彼女が知ってます。なるほど、うん、
じゃあお二人、私にいくらずつ払いますか。先生、僕200なら200も、はい、あなたは。いや、私今用意できるのは、うん、10万くらい。でも一生かけて10万。はい、オッケーオッケーオッケー。はい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 、200万ね、あと10万ね。はい、私はあなたを訴えます。裁判ってお金なんで。なんで裁判ってお金なんで。すごいよね、あなたの負け。確認しました。もう私でも行くの、うん、確認したら関係ない。いくら出せるか、それが裁判やから。俺がついた方が勝つんやから。すいません、お預かりします。いいよ、これでやりますよ。あ、これで揉めたの、うん、AD さんが払うんで。ごめんな。そのテープとかで隠したらいい。ネタにならないんですよ。じゃあ、そうなんです。じゃあその場合はね、あなたが僕のネタに手を入れるわけですから、あなたが著作権法違反。軽々しく言わないで。すいません、うん、いいよ、これでやりますよね、大丈夫大丈夫ね。訴えられた場合の話ですからね、可能性の話。はい、うん、すいません、お手数おかけしました。カルビさん訴えないですよ、ここにスーパー入れてきた。一旦下がろう。すいません、すいません、お騒がしました。どう思いました。怖かったです。うん、怖いのはね、僕じゃなくてね、社会なんです。ドラマのヒーローだ、本当にドラマのヒーロー。この前ね、フジテレビのネタ番組でも、はい、同じミスされてプロデューサー訴えたんですよ。あ、カルビーのポテトチップスですか。まあ、その時はね、カルビーじゃなかったけど、まあ、似たようなミスで、300万。そうだ、池本さん、僕のネタに手入れるって言いました、さっき。あ、提案なんで。全然そんなつもりはないです。本当にするわけじゃない。はい。本当にしたら。うますぎんだけど。うますぎんだけど。請求する。つまいです。なんでこんなにうまいのやつ。でもなんかこの現場ちょっと失礼します。すいません、先ほどは申し訳ありませんでした。すいません、ちょっとさっき大丈夫。はい、大丈夫です。すいません、うん、先ほどのとはちょっと別件なんですけど、一つちょっと相談したいことが、うん、ちょっと待って、弁護士。はい、相談料払える。お支払いさせていただきたいので、ちょっと聞いていただきたい話があるんですけど、さっきのディレクターの伊藤さんからちょっと日常的にパワハラを私が、はい、受けてまして、はい、それってなんか訴えたりとかってできますかね。できますよ。本当ですか。うん、証拠ある。なんか例えばなんですけど、休みの日とかに、うん、深夜にこう連絡が来て、タバコを買ってきてとか、あと例えば LINE の返信ちょっと遅くなったりしたら、うん、10秒おきに死ねみたいな。これも本当、ね、テレビ界にメスを入れるパワハラ事件。ああ、OKOKOK っていうの。スクショ撮っといて、LINE。あ、消される前に。はい、ちょっと今携帯向こうに入ってきちゃったんで、後ですぐ取って、スクショ取ります。うん、すぐ取らないと、はい、やばい。いくら払える。いくら払える。あ、訴えるとして。本気でしょ。はい。人生変えてないでしょ。はい。でも、もしこの依頼を聞いてくださるんだったら、うん、自分の親戚とかから、うん、借金をして、うん、200万円くらい。オッケーオッケー、やろうやろう。200万円やろうやろう。いいですか。うん、
あのまず、はい、すぐ今からスクショ撮ってから、はい、ディレクターさん呼んできて。わかりました。すいません、ありがとうございます、はい、ごめんなさい、失礼します。失礼します。ああ、はい、撮った。はい、撮った。撮りました。 OKOK、okay, okay、はい、お名前伊藤さんでした。はい、伊藤です。ああ、最近彼女から相談を受けて、はいはいはい、なんか日常的にパワハラしてるって。あなたの、いやいや、そんな、このご時世そんな、パワハラだけじゃなくてセクハラもしてるって、うん、してな、何言ってんだろう、してないです。してるでしょ。彼女200万円用意するって。親戚からかき集めて200万円すぐ用意するって。あなたはこの業界にいられなくなるでしょう、このままだと。で、あなたはいくら出せるんですか。怖っ。300万。あなた200万、彼300万、私はあなたを訴えます。言ったでしょ、裁判お金だって。でもさっきスクショ撮りましたよ、私向こうで。全然知らない。証拠ありますよ。いくらでも偽造できるからな、そういうのって。なんかあと業務の範囲内に感じるな、さっきの話も全部。怖っ。ねえ、業務上の指示でしょ、全部。そうです、全部お仕事の中でのこう指示ですね、はい、ねえ、セクハラだって証拠ないですもんね。でもあれは誰か見てました、目撃者とかいます、いないでしょ、うん、じゃあ法廷で負けちゃうね。ねえ、ありがとうございます。ああ、そうです。変なこと言うの、一目散。分かったから、分かった。どっちからでも取れますわ。あいつらの運命は俺次第やわ。世の中にね、優しい人間がいるなんて思って生きてちゃダメですよ。僕も昔そうでした。何があったんだよ。何があったんだよ。失礼します。おたけさん、さっきの話何だったんですか。エリティさん、うまいな。え、さっきお話ししましたよね、私。あなたとなんか契約しましたっけ。契約してないですよね。200万円、向こう300って言ってます。あなた300以上出せますか。出せないと負ける。何回も言ってるよ今日。ねえ、お前ずっと何聞いてた今日。なあ、そろそろ。あなた最低の人間でしたよ。けど最高の弁護士だよ。写真撮って、池本さん、写真撮って、早く写真撮れや、今や、証拠撮れや、撮れますか、いっぱい撮れ、何枚も撮れや、お金撮れるぞ、お金撮れる、
小竹さん、小竹さん、ちょっとあんた最低だよ。あ、すみません、池本さん、ドッキリです。あ、ドッキリ、大丈夫ですか。小竹さん、今回も、はい、素晴らしい役作りありがとうございます。ありがとうございました。ちょっと AD さんも上手かったから。いや、びっくりしちゃって、本当に涙流して。ちょっと名演技のぶつかり合いということで。僕も誰が自分のものとか分かんないけど。あんた最低の人間です。でも最高の人間。名台詞。名台詞。名台詞出ましたよね。ああ、これがですね、劇団小竹正義感。本当にそういうことよくするんですか。いや、しないですよ。しない。答えはしないですよ。よかった。はい、そうですね。本当にただこのこいつらの芝居が見たかっただけ。めっちゃ怖かった。今回ほら、はい、匂わせで、はい、昔いいやつだったんだけど多分そうですね。エピソードゼロがどこかにあるんですけど、ね、どこかでダークサイドに落ちていくという、はい、ちょっと過去編やりますけど、ね、最高、はい。